はい、こんにちは、シェフのファビオです。今日は鶏ハムの作り方をやっていきます。はい、それでは材料紹介です。鶏胸肉、梅干し、塩、エクストラバージンオリーブオイルです。はい、それでは今日は鶏ハムの作り方をやっていくんですけど、まあ、鶏ハムって言ったらちょっと難しいイメージがあると思うんで、あのコンビニとかに売ってるサラダチキンですよね。なので今日はサラダチキンの作り方をやっていくんですけど、材料もものすごいシンプルだと思うんですけど、使っていく部位が鶏胸肉なので、やっぱりあの懸念点としてはパサパサにならないようにっていうのがまず第一だと思うんですよね。なので今日はフライパンやって焼いたり、直接的に火を入れたりっていうことをするんではなくて、間接的にゆっくりと低温で長い時間加熱するというやり方をしていくので、この、まあ、どこにでも売ってるこのジップロックですね、これはあのお店とかレストランとかだと真空機にかけて空気が入らないようにというやり方をするんですけど、まあ、一番楽なのはこれです。であとは隣お鍋に、まあ、湯をちょっと温めておいてっていう準備をまずはしておきます。で使っていくのがこの鶏胸肉ですね。で鶏胸肉っていうのはあのイタリア語で鶏がポッロって言います。で胸なので胸がペットって言います。なのでペットディポッロって言います。でペットディポッロのハムですね。で塩とまあ砂糖とか、まあ、そこら辺で作るのが一般的なんですけど、今日はあの梅干し僕使っていきます。この鶏ハムなんですけど、僕はあのプライベートでも結構作ってて、適当にこうお腹が空いたってて冷蔵庫をあの開けて普通に切って食べたりするやつなんですけど、梅干し入れるのがすごくおすすめで、まあ、ハムもそうなんですけど、結構強めの塩で味をなじませていって、そのまま食べても美味しいという状態を作るのが大切なので、梅干しを使っていきます。でこの梅干しなんですけど、今年のあの春頃に仕込んだ梅干しですね。はい、それではまずは鶏胸肉を掃除していきます。で今日はハムになっていくので、今日はまあお肉屋さんで買ったこの胸肉なんですけど、皮の部分は剥がしちゃいます。こうやってピーって剥がして、でこの皮はもちろん捨てないで、あの取っといて、チー油とか、まあ、スープ使う時に使うので、まあ、今日は使わないのでちょっと置いときます。で鶏胸の掃除なんですけど、今この皮を取った状態なんですけど、こう薄膜とか結構膜もついてるので、これもまあ取ってあげた方がより良いですね。そしたらハムなので、もうこれ単体で食べても最高っていう状態にしたいので、まずは 1% の塩を打ちます。でこの鶏胸肉は約 300g の鶏胸肉なので、大体 3g の塩を両面に全体にかけてあげる。そうすると大体 3g ですね。でこの状態で、まあ、いつも通り10分ぐらい置いて脱水させて水分を抜きます。でもこの胸肉なんですけど、このこっちの右の部分は厚いんですけど、この尻尾の部分がかなり薄いので、ちょっとこの後あの火入れの話をするんですけど、そこもこの薄いところも考慮しながら火入れをするっていうやり方にしていきます。でちょっと10分置いて水分を出していきます。ジップロックに入れて低温調理をしていくので、その中に入れるマリネ塩を作っていきます。でマリネ塩 もうものすごい簡単なんですけど、今日はこの梅ですね、梅干しで、僕はちょっと仕込んだ時のあの梅酢ですね、梅酢っていうのは取っておいてマリネする時とかに取っておくんですけど、これはあの梅酢がない場合は今日あの用意する分量分の梅干しがあれば問題ないです。でこのちょっと梅干しを掃除して、種の部分は使わないので、まあ種も一緒に入れてしまってもいいんですけど、種も実をちゃんと取ってあげて、で梅干しをちょっと叩いて梅ペーストを作ってあげるっていうイメージですね。はい、それでは結構細かめになったので、この梅酢の中に入れて、でこれの量なんですけど、鶏肉が 300g なんで、だいたい 30g の梅、そしてあとは少量のエクストラバージンオリーブオイルを入れて 10cc ぐらいかな、で混ぜて、ちょっと今日は関係ないんですけど、梅とオリーブオイルもめちゃくちゃ相性がいいです。それだけですはい、それではこれで梅のあのマリネ地が完成です。でちょっと今脱水してるんで、あの温度帯の話をするんですけど、鶏肉って
温度帯がすごく大事で、70度以上になっていくとパサパサな状態なんですよね。なんで、60度ぐらいの火入れで、まあ、長い時間1時間から2時間ぐらいゆっくりと低温にするっていうのがしっとりとしていて美味しい鶏ハムの状態ではあるんですけど、それより低い状態ですね、30度だったり40度だったりとか50度ってあると思うんですけど、生の鶏肉ってめちゃくちゃ危なくって、これ僕も経験者だから言えることなんですけど、鶏肉はサルモネラ菌っていう菌だったりとか、カンピロバクターという菌がいるので、加熱が十分されてないとお腹を壊したりとか嘔吐したりとか発熱したりとか、すんごい危険なんですね。鶏食べて結構お腹壊したりっていうのあるので、温度帯に気をつけなきゃいけないですね。温度帯をしっかり理解していればもうそんな心配もしなくていいんですけど、まあ、菌が一番繁殖しやすい温度帯っていうのが35度から40度なんですよ。なので、それ必ずそれ以上の温度帯にすることが大事です。でも低温調理で間接的にやっていくので、この鶏の外側は火が入ってパサパサになっていても、中が生の場合っていうのがあるんですよね。そうすると菌が繁殖してしまうので、まずやることっていうのは30分ぐらい前に常温に置いとく。そうすると中が生っていう状態はあまりなくなります。であとはお肉、まあ鶏肉以外豚肉も牛肉もそうなんですけど、まあお肉のこのタンパク質がミオシンっていうんですけど、それが変わる火が入っていく温度帯っていうのは50度からなんですよね。なので必ず50度以上にしてあげる。でちょっと55度とかっていう方法でやる低温のやり方もあるんですけど、それだと時間が短いとやっぱり菌が死滅しきれないので食中毒になる可能性があるので、まあいろいろ考えて安泰な温度帯っていうのはやっぱり60度からなんですよね。60度から70度はちょっとパサパサになってしまうので、理想なのは60度から63度の間、これぐらいにしてあげると完璧な、しっとりしてるんですけどツヤツヤしてて食べた時に最高っていう状態になるので、今日はその温度帯を意識した火の入れ方をしていきます。はい、それで今喋ってちょっと10分ぐらい時間が経ったので、鶏肉から余分な水分が出てきたので、この水分をしっかりと拭って、でこの鶏肉拭ったのでジップロックの中に入れてあげて、で先ほど作った梅のマリネ汁をこの中にインします。あとはこの中でちょっともみもみして、でこの状態ですね。美しいですよね、この色が。はい、でそしたらジップロックやる時のポイントなんですけど、この中に空気が入ってたらやっぱりいい状態じゃないんですよね。空気の抜き方なんですけど、鶏を端にやったらちょっと外に逃がしてあげて、でここでローリングします。そうするとこのマリネ汁と鶏にさらにこうしっかりとマリネできるので、ポイントはローリングですね。である程度こうローリングしたら、ここで蓋を閉めてあげる。はい、こんな感じですね。でさっき掃除してる時に言ったんですけど、この鶏胸肉はどっちかというと小ぶりなタイプですね。で端の部分がかなり薄かったので、これも火入れる時間が大事なんですけど、まあ、火入れなさすぎても食中毒になっちゃうんで、最低1時間、厚みがあるお肉だったら1時間半から2時間低温にしてあげるっていうイメージですね。この鍋の中にこの鶏肉を入れていくんですけど、今日はより良いポイントとして、まあ、鍋も本当ある方だけでいいんですけど、今日ストーブの鍋で低温していくんですけど、やっぱりホーロー鍋がおすすめで、ホーロー鍋でやるとやっぱ蓄熱性があるので、こう物を入れても温度が下がりづらいので、おすすめなのはこういうホーロー鍋とかで一番安定して作れる作り方ですね。でもそれがなくて雪平め鍋とか薄い剣鍋しかない方は、もう究極的なあれなんですけど、付きっきりで見てるんですね。そのやり方か、あとは低温調理器を買っていただくか、あとは他の動画で僕紹介したんですけど、圧力アイリスオーヤマの圧力鍋ですね。電気圧力鍋だと低温モードもついてるので、そういうものがあると放置した状態でできますっていうような、こう振り幅がありますね。で温度測っていただいて、
だいたい今これがこの中が65度ぐらいなんですけど、ここでこの今常温のものが入るんで、だいたい65度ぐらいでこのお湯の中に入ります。これしっかりつけるっていう意味で、まずはちょっと重めのお皿を見てください。かぶせると浸かりますよね。絶対にこれで浮き上がってくるってことはないので、この状態で使ってます。蓋をする。これでまあ本当に原始的なやり方なので、10分に1回ぐらいはこういう温度計とかで温度を確認しながらやるってことが大切で、このホーロー鍋で蓄熱性はあるにしろ絶対に温度が下がるので、そこは火をつけて弱火ですね、強火にしない状態で弱火で温度を、そこで下がった分を上げながらっていう、この低いところ、これを1時間やってあげるって、10分に1回ぐらいで大丈夫です。やってあげるってイメージで1時間火入れをしていきます。はい、それでは1時間経ったのでちょっと様子を見ていきます。これ今かなりいい感じなんですけど、こう触った時に弾力が返ってくる感じ、硬すぎず、生の状態だとまだムニッとしてるんですけど、それがこう押した時に弾力が返ってくる感じですね。で本来1時間半ぐらいやりたいんですけど、このお肉は厚みが少なくて薄めのお肉だったので1時間の火入れですね。でこれは梅でマリネしたと思うんですけど、このマリネ時以外の鶏の肉汁も軽く出てる状態ですね。これはもう完全に火が入った状態なので、この状態で冷蔵庫でもう一回冷やしたのを切っていきます。はい、いただきます。白ワインと合いますね。もう最高の火入れですね。このしっとりもしてるんですけど、なんというこの美しさですねこの鶏ハムのいいところなんですけど、食べたい時にもう切って食べれるっていうのもあるんですけど、火入れた時に残ったこの煮汁ですね、これが最高に美味しいんですよ。この梅のベースのしょっぱいところに鶏の肉汁が少し出てるので、これがもう梅鶏のソースなんですよね。だからこれは取っといて、このお肉と一緒にかけてもいいし、サラダにかけてもいいし、あとは僕がこれ一つ考えられるのは冷製パスタですね。これで冷製パスタとかやったらもうたまんないですね。それぐらい美味しいベースですね。はい、ごちそうさまです。この鶏ハムなんですけど、もう恐ろしいほど柔らかく、しっとりっていうじゃないですけど、もうしっとり以上のレベルのやばい鶏ハムなので、よかったら作ってみてください。はい、いつもコメントありがとうございます。楽しみに拝見させていただいてます。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。